エフィ・グレイの肖像をエフィ・グレイは思想家で美術評論家のジョン・ラスキンの元妻。ラスキンが支援していた画家のジョン・エバレット・ミレイと恋に、落ち、ラスキンと離婚し、ミレイと再婚した。パトロンの妻との不倫であったこと、ラスキンとエフィの間に肉体的な夫婦関係がなかったことが暴露されたことから大スキャンダルになり、ビクトリア時代の有名な三角関係事件として何度も、 演劇やオペラ、ドラマなどになっている。エフィはパースの裕福なビジネスマンの家庭に15人兄弟の長女として生まれた。父親同士が知り合いであったことから幼少の頃にラスキンと知り合い、12歳の時にはラスキンから自作の童話、黄金の川の王を贈られる。1848年、19歳でラスキンと結婚し、ロンドンで暮らす。 ラスキンの取材旅行に同行し、ノルマンディーやベネツィアを旅するが、ラスキンの両親もいつも一緒だった。しかもラスキンは旅行中も建築や絵画の調査に没頭し、エフィーは寂しい思いをさせられていた。さらに、ラスキンは自らが理想する低縮で従順な妻に教育したがる口うるさい夫で、まだ幼く社交好きなエフィーとしばしば衝突した。 ギフ母の過干渉やラスキンのマザコンブリにもエッフィーは不満を募らせていった。ラスキンのお気に入りで金銭的にも援助していたラファエルゼン派の画家ミレイの絵のモデルを務めたことでミレイと知り合う。1853年にラスキンとミレイと共にスコットランド旅行に出かけた際ミレイと恋に落ちる。1854年4月にエッフィーはラスキンの家を出て実家に帰り、 ラスキンとは、夫婦としての肉体関係が一切なかったことを、理由に裁判所に婚姻の無効を申し立てる。肉体関係がなかったこと自体はラスキンも認め、性的不能を理由に、1854年7月に離婚が認められる。エフィが父親に宛てた手紙には、初夜の日に見た自分の体が、 彼が思い描いていた女性の体と違い、嫌悪感を抱いたためだと言ったとあるが、その違いが何であったかは明らかにされていない。FEC ミレーの署名がある。1855年にミレーと再婚し、翌年からほぼ年後で8人の子供を産んだ。ミレーは、エフィーや子供たちをモデルに多くの絵を残している。ラスキンの友人であったルイス・キャロルとは、ラスキンと離婚後も付き合いがあったようで、 キャロル撮影によるミレイ一家の家族写真も残っている。エフィの妹ソフィーと夫ミレイの仲が噂されたこともあったが、エフィは画家を支えるしっかり者の良き妻としてミレイを助けた。ミレイが亡くなった翌年の1897年に69歳で死去。ラスキンは後年家庭教師をしていた少女ローズに結婚を申し込んでいるが、その際、 ローズの母親がエフィーに二度手紙を出して、夫としてのラスキンについて尋ねている。エフィーは一度は返答を拒んだものの、ラスキンはひどい夫であり、エフィーを病人呼ばわりして6年間も夫婦関係を拒んだと告げ、結果、ローズとの結婚話はなくなった。世間を大いに騒がせたビクトリア時代の一大スキャンダルとして、現在まで何度も演劇やドラマになっており、 本も多数出版されている。2012年現在、2本の電気映画が予定されている。ザ・オーダー・オブ・リリース、ザ・ストーリー・オブ。ジョン・ラスキン、エフィー・グレイ＆ジョン・エ・ベレット・ミル・イ・ジェームズ、ウィリアム・ミルバーン、エフィー・グレイ＆ジョン・ラスキン、フィリス・ローズ、ビクトリアン・ゴディスス、エイィア・ル・ワイフ＆エイサワー・マリッジ・ザ・ニューヨーク・タイムズ・ハット、エフィー・ザ・パッショネート・ライブズ・オブ、エフィー・グレイ。 ジョン・ラスキン&、ジョン・エベレット・ミレイ、スザン・ル・フェイジェンス・スクーパー・ラスキン、エス・ミソジニー・ザ・ニューヨーク・タイムズ・ハット、ダコタ・ファニングに続きキーラ・ナイトリーも、エフィ・グレイの電気映画に主演カリュシンネマ、ハット・エフィ・グレイ・イムドブ。ありがとうございます。